はい、じゃあ1本目に引き続き木本康樹さん、今日もよろしくお願いします。お願いします。ぜひね、あの1本目のサッカー始めてからプロ入るまでのね、話はこちら概要欄に貼っておりますので、めちゃめちゃ勉強になるもんね。めちゃめちゃもうこんな熱心なねサッカー少年いないよ。模範模範ですね。はい、この動画ではね、あのプロ入ってから、まあ、今に至るまでの話を聞いていこうと思いますので、はい、じゃあそれでは早速やっていきましょう。初めてのプロの舞台入ってみて、率直にどういう印象だったんですか？まあ、まずはレベル高いなって思ったのと、まあ、まず試合に出れるとは思ってなかったんで、はい、まあ、もう本当に実際出れてなかったんですけど、まあ、そこはなんていうの、予想の範囲内というか、はい、もうまあプロの、まあ、選手もすごかったし、はい、まあ、これぐらいなんだろうなっていうのは正直思って。当時セレッソアンダー23だったんじゃないですか。23で、そっちも、まあもう1年目はずっと23の方で、まあ、時々人数とか、まあ、同じポジションの怪我とか代表で呼ばれた時に、まあ、トップチーム練習行ってとか、まあ、基本23でした。あ、もう練習も違うんですか、23と。違いましたね。あ、そうなんですね。23はその時 J3 に。J3 ですね。じゃあ J3 で木本さんはずっとほぼ1年間。1年間でいて。なるほど。J3 のレベルとかどうだったんですか、その当時は。まあやっぱ高かったというか、まあ、やっぱあの大人なんで体格とかもそうだし、はい、まあ、そういう意味では本当に勉強になるというか、はい、すごい充実 してますよ。プレースタイル的にはセレッソ全然やりやすかったんですか？ユースの監督やったんで、はい、ユースもすごいイケイケみたいな、なんかもう本当に逆に自分の短所というか、そういう 走るとことか、はい、戦うとことか、そういうのがすごい磨かれたというか、すごい良かった。なるほど。練習もすごいきつくて、走りともめっちゃあって、一応確認なんですけど、その時はさすがにあのプロで その意識みたいなやっぱあるんですか？もうまあ意識はそうですね、もうまあやんないといけないっていう、はい、まあ、やんないと怒られるし怖かったんで監督は。あ、いや、まあ、違うんだな、もっとうちからなんかだからまあ本当にまあ、はい、同じですね、はい、高校の時と。自主練とかしてたんですか？自主練はまあちょっとそれなりに、まあ、キーパーとかやってないですか？キーパーはさすがにそれできるようになったら無理無理よかったです。よかった。で、2年目からトップですか？1年目もトップで何試合か出たんだけど、はい、自分 J21 試合で1得点なの。すごっ。あ、セレッソ当時 J2 だった？ J2 で。あ、そうなんですか。その時にすごい怪我人がめっちゃ出たんかな、ボランチに3、4人ぐらい出て、はい、でベンチ入って初めての試合で 1-0 で出たんだけど、ロスタイム決められて 1-1 になったんですよ。で、やべえみたいな、はい、確かにやばいっすよね。でもう1-1追いつかれて終わるかなと思って、キックオフバーンって蹴ってもうやばいと思って上がってったら、ボール流れてきて決めて 2-1 で勝ったんですよ。よっしゃーみたいな、こっから行くぞと思ったけど、多分監督的には 1-0 で終わらせてほしかったって感じで、そっからもうベンチがずっともう出なくて、点取ることを求めてるわけじゃなくて、もうしっかり締めてくれっていう、まあ、多分感じで、1年目はまあ本当トップで出たのはその1試合だけで、まあ、2年目からはまあ一応すごい出させてもらいました、ね、それは一番何を大きく変えたというか変わったというか、まあ、まずは監督が変わったっていうのはすごい大きかった。やっぱ監督変わるとまあ横一線に見られるというか、はい、まあ、その先入観というか監督の、はい、全くなくなって、まあ、チームにもセレッソに慣れ始めて、はい、自分のプレーが出せるようになって使ってもらえるようになって、セレッソは全部で何年いたんですか？5年ですね。もう2年目からずっと、まあ、まあそうで、2年目はまあ完全レギュラーじゃないですけど、はい、時々外されたりはしてましたけど、リーグ戦20何試合はずっと、もうそこからずっとやってます。すごいですね。2年目は J2 だったんですか？いや、J1 J1 する。この年がまあ自分の中で一番ターニングポイントというか、もう本当に自分の価値観を出せたというか、価値観を示せたっていう、あの1年間でした。実学卒で選抜で出るってめっちゃむずいそうじゃないですか。なんかやっぱ今サイドハーフとか攻撃的な人がみんな出るんですけど、実学っぽさをプロで出してるわけじゃないから、はいはい、そういうのもあるかもしれないですけど、で、まあセレッソで5年間やって移籍のタイミングとかどういうあれだったんですか？まあセレッソがなんか嫌とかそういうのは全くなかったんだけど、なんか自分の中で環境を変えたいというか、
チームを変えて新たにっていう思いがやっぱちょっと出てきて、その中で話をもらったんで、ちょっとこうチャレンジしてみようっていう思いはあったと思うんですけど、じゃあちょっとグランプさんの話に移りたいんですけど、どうなんですか、チーム変わるとやっぱりプレースタイルもめちゃめちゃ変わるとは思うんですけど、まあ、まずはやっぱ監督の求められていることが全く違うんで、まあ、プロ選手なんでやっぱ監督の求めることをしないと試合に出れないっていうのはあるんで、まあ、そういう部分で変わりました。まあ、チームの雰囲気もやっぱ変わるんで、はい、まあ、セレッソは関西っていうのもあったし、そういう昔からのその和気あいあいというか、もう本当に元気よく楽しく練習をするって感じだったんだけど、名古屋はまあどっちかっていうと淡々とやるというか、みんなこう、まあ、セレッソが真面目にやってないってわけじゃないんですけど、名古屋はよりこう、木本さんもちゃんとやってたんですか？やってましたよ、もうキーパーやってないですか？名古屋の時の監督でキーパーとかふざけてたから苦しそうにそこのチームの雰囲気というか、練習のあれが違ったっていうのがすごい衝撃的というか、違うなって感じがしましたね、入ってすぐ試合には、まあ、取ってもらったっていうのもあって、まあ、それなりに試合には出してもらえたかなって思いました。1年間は試合にはちょコンスタントに、まあ先発の時もあればベンチから途中で出るっていうのもあったんですけど、まあボランチもセンターバックも、まあ、両方 で、まあ、センターバックで行ったんだけど、まあ、なかなかセンターバックで自分が出た時に結果出せなくて、だんだんちょっとこう使われなくなって、でボランチに行って最後はボランチで出てたって感じですね。あの柿谷選手とのリフティング、まあ、ちょっと振り返っていただきたいですけど、まあ、みんな多分陽一郎さんの方に目が行くんだけど、自分はもうなんかさらされたっていうか、なんかヘボイとかなんかてか、あんな行くとは思わなかったです。そうです、まあ静学の後輩から目線だとあの逆だってほしかったんですけど間違いない、あたふたしまくっていや、なんかね、なんて言うんだろうな、陽一郎さんタイミングとかもすごいんですよ。なんかそこでスネとか、そこでなんか肩で来るとか、なんかそういうのでなんかアタフタしちゃうとか。静学なのに。で、ちなみにグランパスの時、まあ、静学の先輩で吉田優太とかと一緒にやってたと思うんですけど、関係とかどうだったの？いや、まあ、あの昼ご飯とか旅に連れてもらったりもしたし、いろんな相談も乗ってもらってたり、まあ、自分ももう豊さんとかもめっちゃ怖いなっていう、まあ見た目ですだから、まあそのセレスト時代に豊さんが違うチームで挨拶行く時もすごいビビりながら、私学の曲ですみたいな感じで言ってて、でその時も優しかったんだけど、やっぱ怖いイメージしかないから行ってちょっとめっちゃまあ優しいというかキャラとかも違うし、思ってた。アミーゴ動画でいつか出てくれそうですかね。自分からは言えないで言ってもらってしまう。じゃあそのグランパスは1年だけなんですけど、なんで1年だけだったんですか？まあ自分の勝負したいポジションっていうところも、まあだんだんちょっと違うところになってきて、まあ確かに、まあやっぱ1年で移籍するのはどうかっていうのも自分なりに考えたんですけど、まあ、やっぱそこは捨てきれなかったですね。やっぱセンターバックでチャレンジしたいっていう、まあ、やっぱセンターバックの方が自分の良さとかなんか出せるのかなっていうのもあって、まあ、そこが一番多くなったです。で今不当は2年目ですね。どうだったんですか、また環境が変わってっていうことだったと思うんですけど、まあ、すごい馴染みやすかったなっていう、まあ、どっちかというとセレッソに近いような雰囲気というか、福岡大の先輩の永井さん、永井健三さん、先輩なんですね。の存在がすごい大きくて、めっちゃ仲いいんですか？仲いいというか、もうすごいなんかいじってもらえるというか、輪に入れてもらえるで、なんかもう本当にずっと楽しめ楽しめって、サッカー楽しめってずっと言ってもらってて、1年目で、まあ今グランパス行っちゃったんですけど、1年目の時すごい助けられて、なんか本当に1年目ですぐ馴染めたっていう。1年目から試合にはもう、そうですね、まあ一応1試合以外はずっと出てて、で今もずっと出てます。森重選手ですよ。森重さんですね、基本的にはすごいですね。なんか森重さんって日本代表の方は、何が一番この生き残れてる要因みたいなのって、まあ振り返るとやっぱなんか欲がないというか、いい意味で、いい意味でなんかその昔で言うとプロをなんか目指してないというか、それが逆にいいか悪いか分かんないですけど、自分の振り返るとその欲がないっていう、欲がないというか、その誰かが活躍しても目覚まない、そうなんか、そういうのがなんかすごいここまで来れた要因の一つかなと思います。
それってなんかもう努力で手に入る感覚でもないですよね。そうですね。なんかなんかまあ特殊だと思うんで考え方とか、ね、それだけじゃないですけど、はい、それも大きいかなと思って。だから常にこう自分らしく入れるというか平常心でプレーの波もできるだけ少なくできるのかなと思います。結構静学の選手ってプレー大きい。まあなんかメンタル弱いみたいなイメージは確かにちょっとあるかもしれない。でもまあメンタル、まあ試合とかなんかミスとかしちゃうと。もう引きずっちゃうんで、そういう意味ではもうすごいメンタル弱いと思います。へぇ、そこは引きずるんですね。もう本当にやばいやばいってなっちゃうはず。まあいっかとかなんないですか。いやもうなんない。今まで話聞いた感じめっちゃなりそう。確かにそこがなんないですよね。本当にもうセンターバックなんでやっぱ失点とかに絡んじゃうと、ね、やっぱ次失点絡んだらやばいみたいな。だからもう残りの何分とかめっちゃ緊張するというか、やばいやばいってなって。何年プロやってもそこは変わんないですか。変わんないですね。昔からこうそこがなんかもっと変わればみたいな感じでコーチとか言われるんですけど、そこだけは本当に治んないですね。もっとこう強気でいけとかそういうの言われるんですけど、なかなか治んないですね。そういうのなんですけど、その試合前寝れないとかあるんですか。ないですね。爆睡ですか。まあないですね。今までないかな。なんかその試合終わった後も寝れないとか人もいるけど、試合終わって普通に帰って寝ます。アドレナリンとかもすごい出るようなタイプじゃないかもしれない。1回だけセレッソの時の2年目でルヴァンカップ決勝の前はなんか寝なかったことがありますね。それ以外はそんなないですかね。すごいっすね。メンタルがある意味もほんとすごいというか、ガチガチです。それがまあいいのか悪いのかわかんないですよ。自分のその一つの持ち味というか、あとはやっぱ、まあやっぱ試合出るためには監督の求められていることとか、チームの戦術とか、まあそういうのにしっかり順応というか、合わせるっていうのも一つ大事だと思う。はい。まあ、そういう意味では、なんかそういうとこもうまく合わせられてるのかなと思って。ありがとうございます。じゃあ一旦2本目は。そうですね。はい。木本選手のプロでの生活を聞いたんですけど、どういやまあ1本目があるからまあマシでもね。でもどの選手もその求められてるものを理解するっていうのはみんな言ってるんで、確かにだかそれがなんかちょっと自分のやりたいプレーとかをちょっと殺さないといけないとか、それをやっぱ殺せないというか、こう我慢できない選手はできないですか。確かにそうするとあんなこう使われてなくなって、結局そういうのが自分に返ってきちゃうので、そういうのはこう若い子とか特にちょっとそう残念だなって思うところあります、ね。そこでちょっとこう大人になるというか、そういうところもプロで学んだところもありますね。ありがとうございます。これは特に静学の選手とそういう偏ったプレースタイルの選手たちは、まあ、特になんかそういう壁が、まあ、うまく乗り越えていってほしいですね。2本目の動画は以上になりますので、3本目では木本選手がやってきた中で、この選手はマジでヤバいだったりとか、まあいろんな他の木本選手っていうより周りの質問をこうしていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価と、あとはやっぱ木本選手のインスタのフォローまあもうしてると思いますけど、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。